que sus datos y demás. Sacamos esa cantidad, eso es genial. FM ギドワをお聞きの皆さん、こんにちは。時刻は午後4時を回りました。この時間は健康情報番組いきいきライフをお届けします。この番組は市民そしてリスナーの皆さんが心も体も健康で元気な生活が送れるよう、宜野湾市報、新聞記事、専門のゲストさんとともに健康や福祉に関する情報を発信していくことが目的です。お相手は FM 宜野湾、今西恵です。本日もトロピカルビーチより放送をしています。ビーチの皆さん、こんにちは。ぜひこの後30分生放送でお届けしておりますのでお聞きください。この番組では健康や福祉に関する疑問・質問・ご意見などメッセージを募集しております。メールアドレスは797@fmginowan.com です。また FM ギノワンではユーストリームやツイキャス、サイナルラジオでネット配信も行っています。ツイキャスではツイッターと連動していますので、たくさんツイートしてくださいね。サイマルラジオは全国どこでも音楽とともにラジオを聴くことができます。 FM ギノワンのホームページや無料アプリリッスンラジオで聞いてください。それではまずはじめにギノワン市からの情報をお届けします。FM ギノワンより健康情報番組いきいきライフをお届けしております。まずはじめに市報ギノワン健康福祉だよりからお知らせをお伝えします。男性料理教室受講者募集のお知らせです。料理の基本から自分の作ってみたい料理までチャレンジ、献立の組み合わせなどが学べます。ギノワン市食生活改善推進員ヘルスメントによる教室です。対象は宜野湾市内在住の男性の方。日程は10月7日から14日、21日、28日の全4回です。時間は朝10時から13時まで。内容は講話や調理実習が行われます。参加費は1000円、全4回分。定員は先着順16人。申し込み期間は今週末29日金曜日までです。場所は宜野湾市保健相談センター。お問い合わせは保健相談センター898-5583までお問い合わせください。続いて子宮頸がん乳がん検診についてお知らせです。平成28年度版保健所活動概況によると、宜野湾市の女性が亡くなる要因として子宮がん、乳がんが多いという結果が出ました。がんは早期発見、早期治療が肝心です。まだの方はお早めに医療機関へお問い合わせください。宜野湾市では対象の方へ受診券またはクーポン券を配布し、次の期間の検診を実施しています。受診期間は平成30年来年の1月31日水曜日までです。受診券またはクーポン券を紛失された方は再発行も可能です。
ご希望の方は宜野湾市保健相談センターまでご連絡ください。なお受診期間終了日が近づくにつれ予約が取りづらくなります。予約はお早めにお願いいたします。お問い合わせは保健相談センター 898-5583 までお問い合わせください。続いて一人親家庭の皆様にご意見をお聞かせくださいというお知らせです。宜野湾市では一人親家庭の福祉の向上のため一人親の皆様からのご意見をいただくための意見交換会を開催します。日頃から困っていること、こんな支援があったらいいのにというご意見をぜひお聞かせください。前半1時間はメイク術などのイメージアップ講座を予定しています。無料託児できますのでお子さんと一緒にご参加ください。日時は9月30日土曜日14時から16時。内容は1、メイク術などのイメージアップ講座、2、ひとり親アンケートを見ながら意見交換。場所は人材育成交流センター芽吹。費用は無料です。お問い合わせは児童家庭課内線287番までお問い合わせください。続いて健康ステップアップ教室受講生募集のお知らせです。食生活の改善、運動など食生活習慣病予防や健康づくりに必要な講話及び実技を行います。対象は平成29年4月1日現在で40歳から64歳までの方。2、宜野湾市に住所を有し運動制限のない方。定員は先着順20名です。日程は10月30日から12月18日まで、毎週月曜日全8回となります。時間は13時30分から16時まで。場所は保健相談センター。受講料は無料です。申し込み期間は10月2日月曜日から10月20日金曜日まで。申し込み方法はお電話または保健相談センター窓口にて受付を行います。お問い合わせは保健相談センター 898-5583 までお問い合わせください。以上、宜野湾市からの情報をお届けしました。 CM の後はゲストさんをお招きします。FM宜野湾より健康情報番組いきいきライフをお届けしております。さあ続いてはゲストのコーナーです。毎週健康に携わる素敵なゲストさんをお招きしております。本日のゲストはこちらの方々です。ではマイクに向かって一人ずつ自己紹介をまずお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。加賀座ハイツ自治会長の金城仁と言います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。そして宜野湾市保健相談センターから参りました、保健師で池原と申します。よろしくお願いします。同じく保健相談センターから保健師の大城です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。同じく栄養士の佐藤です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。本日はですねこちらの4名の方にお越しいただきました。さ
てまず、会長からお伺いいたしましょうか。はい、かかずハイツ自治会の会長へお伺いいたします。まずこのかかずハイツ自治会の場所ですが、宜野湾市のどのあたりにございますか？そうですね、宜野湾市のどちらだったら南側になりますね。南側、はい、はい、どちらだったら牧港より、ね、はい、倉添市の牧港の近いところにありますね。はい、はい、こちらにハイツという単語が入っているんですか？あ、はい、ハイツはですね、まあ、あの加賀津はもともとの部落がありまして、加賀津公民館がありますね、はい、仕掛けてます。ハイツはどちらだったら大臣住宅、ね、あの高台というよりは低台というところがむしろね、パイプライン以外ですね、はい、そこら辺の、まあ、傾斜地にがあるところのあたりですね。はい、ですね、はい、ありがとうございます。このかかずハイツ自治会の特徴があれば教えてください。そうですね、特徴といったら、まあ、もう各地域から来てますから、はい、から私も出身は大宜味村なんですよ。はい、伊是名の出身とか宮古の出身とかですね、もう多種多様で、の人たちが集まっております。いろんな方が、はい、そうですね、でまた、滝があるんですよ、はい、自然の綺麗な、ね、滝が、はい、若干大きいですよ、まあ、四分メートルぐらいかな、うん、知らない人は知らないけど、ね、こんな自然も豊かなところにあるんですね。金城会長は健康づくりの推進もなさっているとお伺いしたんですが、はい、そうですね、2年前、そうか3年前ですね、はい、昭和27年に、はい、健康づくりの研修をですね、はい、受けまして、はい、まあ、その時は翌年ですね、28年に、健康づくり推進委員の、まあ、一員となりました。で今年2年目になっております。まあやっていいですよ、すぐもう本当にもう自分のためにもなるし、また地域のためにもなるっていうかね、はい、形で、はい、おすすめです。そうですね、はい、健康づくり推進委員は具体的にどんなことをするんですか？まあ、推進委員はチラガンジュ体操を、はい、地域に、いやまた宜野湾市発信をしてですね、また他の立ち層にも広めていきたいなというふうなところでありますね、はい、で健康づくりをですねやる中でやはり自分の健康が見えてくるんですよね、はい、もうかなりそういうふうな勉強とか、いやまた学びますからね、逆にかえって自分の健康にプラスなんです、はい、そうですね、携わることでやっぱり自分の健康っていうのも考えるようになってきますよね、はいはい、会長は健康づくりとはどういったことだったんですか？あ、健康づくりは生きがいづくりですね。生きがいづくり、まあ、はい、素敵ですね、いやいや本当ですよ、やっぱり健康ね、長生き、ね、健康で長生きというのは、ね、はい、やっぱり目標ですからね、うん、万人が求めることじゃないですかね、目標として、いやそれを言う、ね、健康で長生き、そういうふうな地域づくりをですね、また人づくりをですね、はい、やっていきたいなと思ってますね、はい、はい、ありがとうございます。でこのかかずハイツ自治会で健康に関することで取り組んでいることっていうのはありますか？そうですね、今、地域支え合い活動委員会というのがありましてですね、はい、まあ、役員、そしてまた地域のボランティアの皆さんが参加するんですけども、はい、約20名ぐらいいますけども、その中で美化活動とか、また加入地域の加入促進ですね、会員の促進ですけども、はい、そう、もう一つは、健康づくり推進の、その健康づくり委員というのがあるんですよね、はい、この3本柱で動いてましてね、はい、でそういう健康づくりをいかにこうやっていこうかという、その我々はその地域の会員の、ね、皆さんが取り組んでますから、はい、そういうことなんで、できることをまず何かということで、まあ、今
現在火曜毎週火曜日の11時から11時にですね、はい、生き生き体操をですね、あの今、まあ、大体7、8名くらいですけども、数名から、はい、あの呼びかけてですね、一つ一つ、まあ、できることをですね、積み上げていこうということでやってます。でそれから週に、月に1回ですけども、第3土曜日の11時から11時も、はい、これも、室内でできるその体操ですね、軽い体操ですね、みんな地域に呼びかけて、やっております。素晴らしいですね。会長がもう率先してこの健康づくりをされているということで、こちらの自治会はもうきっと生き生きしてるんですよね。はい、なると思います。ありがとうございます。それではですね、こちらあの特定健診についてですね、今度は保健師の方にお伺いしたいと思います。特定健診無料とのことですので、多くの方に関心を持っていただいて受診してもらうといいですよね。はい、平成25年度より特定健診の受診状況がいい自治会に表彰状と報奨金を授与する制度を設けています。はい、去年度においてはハイツは23自治会中受診率2位、受診数の増加もあり表彰を受けています。ちなみに報奨金は5万5000円でした。ありがとうございました。各自治会ともチラシ配布やポスターの掲示、公民館からの放送で受診の呼びかけなど協力していただいています。今年度の自治会表彰は11月の19日日曜日、海浜公園多目的広場で行われる羽衣ウォーキング大会の開会式で予定しています。対象自治会は現在受診状況の確認中ですが、多くの自治会の受診数が伸びてきていますので、どこの自治会が表彰されるのか楽しみなところです。表彰もあって楽しみですね。各自治会の、ね、意識が高まりそうですね。はいはい、この中に出てきたことも伺ってもいいですか。羽衣ウォーキング大会、こちらはどんな方でも参加できるんですか。はい、そうです。あの宜野湾市民の方であれば、はい、ウォーキング大会参加ができますので、はい、まあ、申し込み用紙がまたあの保健センター と、市役所本庁の総合案内のところに設置してありますので、はい、それに書いてあの投函していただくか、あるいはあのホームページの方でもダウンロードができるような形で設定していますので、はい、あのもし興味のある方はぜひあの応募いただけたらなって思っています。はい、ぜひ参加したいですね。はい、では、10月もうすぐ10月ですね。はい、10月の集団健診の予定などありましたら教えてください。はい、10月の予定としましては、10月12日木曜日に、大蛇名団地公民館の方で、はい、10月28日土曜日になりますが、永田小学校の体育館で集団健診を予定しています。はいはい、あとまた10月はですね、医療機関における日曜検診、また夜間検診を実施することになっています。10月15日日曜日は、中城村の方にあります、はい、ハートライフクリニック、ハートライフ病院の道向かいにあるんですけれども、はい、そこのクリニックと、あとあの三栄の京塚シティ店の1階にある、はい、浦添総合病院の検診センター、うん、でアクティライフという施設があのサテライトで設置されているんですが、そちらの施設を活用して、日曜検診を行う予定になっています。で、検診費用も集団検診と一緒で無料で受診ができますので、ぜひあの活用していただきたいなって思っています。三栄さんなんでね、お買い物のついでに寄っていただくといいですね。はい、うん、そうですね。あの今年度初の試みで、はい、夜間検診という形で設定しています。10月12日木曜日と11月9日木曜日ですね、はい、三栄さんの京塚シティ店にあるアクティライフさんの方で、はい、実施しますけれども、はい、受付時間が夕方の6時から8時ということで、お仕事帰りに受診することができる、まあ、設定時間になっていますので、はい、ぜひあの日頃忙しくてあのなかなか時間取れない方、お仕事帰りに来ていただけたらなというふうに思っています。来やすくなりますね。はい、あとあの集団検診、
まあ、日曜検診、あと夜間検診を受診希望される方については、はい、宜野湾市保健相談センターまで予約を入れていただく形になりますので、ぜひご連絡お願いします。電話番号は 898-5583、 898-5583 になりますので、ぜひよろしくお願いします。で、昨年度ですね、医療機関で行う日曜検診はかなり人気がありまして、早々に定員に達したという経緯がありますので、はい、ぜひお早めにご予約いただけたらなというふうに思っています。はい、ありがとうございます。はい、はい、医療機関の方でね、受付もしてもらえるということなんですけど、土曜日にまた小学校の体育館で行われるということなので、うん、こちらも使っていただいたり、あとね、ハートライフクリニックさんの日曜日開催しますので、ぜひ皆さん、集団検診をそうね、10月になったんでね、もうそろそろ皆さん受けましたか？申し込みはされていらっしゃいますか？4月にね、こちらも配布しているものになっていますので、ぜひ皆さんお越しください。はい、はい、今日はですね、学術配置自治会の取り組みと、そして集団検診、特定検診についてお話を伺います。皆さんありがとうございました。はい、ありがとうございました。さて、続いてはジュラガン獣体操のお時間です。皆さん、では参加していただいてよろしいですか？はい、ではラジオの皆さん、いらっしゃる皆さんもぜひ一緒にジュラガン獣体操をやってみましょう。この体操は宜野湾市の健康体操です。先ほど会長もおっしゃっていましたが、皆さんでありがとうございました。宜野湾市の健康体操、ジュラガン獣体操を今日お越しのゲストの皆さんと一緒に体操をしてみました。こちらの体操は宜野湾市のホームページからでも見ることができますし、 FM 宜野湾の方にお越しいただきましたら無料で DVD も配布していますので、ぜひ皆さんやってみてください。もうそろそろエンディングの時間となりました。という間ですね。今日は皆さんありがとうございました。ありがとうございました。この番組は心も体も健康で元気な生活が送れるよう、健康や福祉に関する情報を発信していく番組です。随時皆様からのコメントをお待ちしておりますので、今回の放送で気になったことがあればお気軽にご連絡ください。
メールアドレスは797@fmginowan.com です。それでは来週水曜日午後4時にお耳にかかりましょう。お相手は FM ギノワン今西恵美でした。ありがとうございます。シュールな映像を笑いこの体操いいですよねコメント出してくれてる人がいるかなりシュールでしたね。そうそうそう、これあのこれ見てやってくれたメッセージ入れた方がタイムリーにこれ、ね、ポン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 ってこれ、ね、反映されるんですよ。この画面見てる、はいはいはいちょうど映像が自分たち立っちゃったから、こっち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 から、